こんばんは。配信できた。びっくりなんだけど、配信できると思ってなかった。びっくり。やってくれると思ってました。いや違う、本番ちゃうんよ。だって23時半に広島市市内というか到着予定だから、23時半に着くと思ってたから、さすがにできないと思ってた。え、1時間も早く着いたよ、やばない？松さん、くまちゃんありがとう。ありがくまちゃんです。松さんありがとう。変わってるアイコン、かわいいね。ヤンカーさん、ハートありがとう。福太郎さん、お疲れ、ありがとう。たまたまできた。早く帰ってこれた、嬉しい。見て、奥さんに写真集もらった。いやー、なお社員付きなんだけど、やばい、嬉しい。初めて見る。あ、なんかね、パーッと見たんだけど、ね、なんかね、本屋さんに行ったらね、売り切れでな、見本があって、パーッと見たの、ね、おーって思ったけど、かわいい制服、いいですね。コンプラ大丈夫？いいな、サイン入り、いいでしょ、メンバー特権。かわいい、うちさん。おー、かわいい。こっち見てる。買ったんだ。おー、今ね、雪のところですね。すごい、どこだろう、雪、雪陶器さん、ナイスマッチ。おー、かわいい。え、綺麗、超綺麗。おー、これ綺麗、好き。うわ、はあ、大人奥さん登場。島根と鳥取、あ、そうなんですね。なんか角生やしてる。なんだろう、何がつって角が生えてる。沖の湯、かわいい。息を飲むね。表紙写しただけでバンされてたの。表紙？表紙は脱いでないのに。コンプラ、コンプラ、コンプラ、コンプラ。服着てる。え、これかわいい、これかわいい、これ私一番好き、この写真。しおりんさん、お疲れ、ありがとう。赤山着いた、よかった、無事。え、かわいい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 。松江市って書いてる、ほんまや、かわいい。うわ、コンプラアンスを守りつつ、沖ゆからしさで攻めた写真集、素敵ですね、素敵。ちょっとちゃんとじっくり一人で見たいと思います。ちょっと大人ですね。来季安否同盟参加しました。お、よろしく、ありがとう、入ってくれて。シェリーさん、お疲れ、ありがとう。今日はありがとう、手渡しでいただきました。こちらこそありがとう、みんな来てくれて。で、なんかお話し会の話もしたいんだけど、そう、いろいろ話したいことあるんだけど、今日ありがとうございました。かゆかたち、あ、名札つけてくれてた人だ。そう、いろいろ話したいことあるんですけど、まずは本当に来てくださった方、本当にありがとうございます。
ありがとう、チップくん推しです。ありがとうございます。チップくんのメール写真たくさん送ります。メールチップくんいっぱい送ります。ありがとうございます。たくさん話して嬉しかったです。嬉しいだけでした。楽しかった、ありがとう。カメラマンさん撮ってる時に壊すとフリボーのものまで全然気にしないで楽しかったよ。ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。楽しかったです。明日楽しみ、明日も楽しみ。本当だ、17位、奥田ゆいなちゃんがいる、嬉しい。え、ちょっと言おうと思ってたの、ゆいなちゃんがねプレゼントくれたの、嬉しい。手紙付きで、ちゃんとした手紙で、私さちゃんとした手紙さ渡してないのにめっちゃ嬉しい。そう、なんかね家出る前に気づいて、きあなんでもないや、あのあなんかちょっと時間がなくてあんまり手紙見れない、パッと見たんだけどすごい嬉しくて、そう仲良くなりたい。あえて言わなかった。そうなの、見てくれてるんだ結構配信。そう、そうお話ししたいんですよ。私人見知りすぎて会話が続けられ、よく配信来てくれてるよ。あ、そうなんだ、嬉しい。そうクッキーと私さカリカリ梅あげたのね。カリカリ梅だよ、カリカリ梅なのにさクッキー3枚とさスタバのやつくれたんだよ。やばない？もうマジ申し訳ないわ。カリカリ梅、ここにもメッセージ、すごい、大好きですって書かれてる。やばい、どうしよう。すごい、売れ倍返しすぎる、やばい、嬉しい。こんなスケッチセットがあるんだね、勉強になった。これから私もそうしよう。あ、ポケカの話もしたいんだよね、今日楽しかった。私もアンピオシの方と新しい出会いがあったから良い一日になりました。おお、なんか結構聞いた、なんとかさん仲良くなったよとか友達来ましたとかいっぱいあって嬉しかった。嬉しい、こんなの初めて、マジで嬉しい、やった、可愛い後輩ができた私に、やった。グローズさん結婚してありがとう、着実と増えてきてる結婚してが。ありがとう。あとね今日プレゼントも届いてて、プレゼント全部持って帰れなかったの、その荷物的に。でもこれにまとめて持ってこれる分だけ持って帰ってきたの。ちょっとやばすぎる件について、まずねファンの人ねできすぎだわ、やばいよ。見て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 、まず推しの子のやつ、多分セブンのやつかな、多分すぐなくなったっていうやつなんだけど、めっちゃくださったの。コメント来たよ、明日もよろしくお願いします。よろしく、明日ね、明日もっと話せると嬉しいな。ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、嬉しい、ありがとうございます。やったやった、かわいいお友達、かわいいお友達できた、初めてのかまだアナの、明日は岡山のユニフォーム着ていく。おお、待ってるよ。明日は来てくれるの嬉しい。推しの子のやつで、で見て。まずさ、これこれやばくない？これゲットしたの。やばない？やばいよね。アンピチルドレン。人間のお友達。今までの友達何だったんだよ。嬉しい。そう、カードケースで中にね
これ中に、しかもこの人すごいのよ。これに全部入れてくれたの、このカードケースに。で、大量のクワス、これ全部クワス、クワス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 、あ、違う色のクワス、クワス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 。で、これがアートレアのクワス、やばない？アートレアのクワスやばいよね。スリープがまず可愛い。無限回収来た。そう、手紙になんか友達が好きでみたいな書いてたね。すごい、ありがたいございます。嬉しい、ありがとうございます。あとファンの方でスカーレットバイオレットをその一人何枚しか買えないっていうのを何日も通い続けてたくさんねプレゼントしてくださった方がいて、私もねまだこのカード見てないの。開封されてて、そう、多分最近袋が開封されてる事件があって、そう、開封ができないんですけど、ちょっと開封していきたいと思います。開封はされてるけど、私はちょっと中身ちょっと見えてるっちゃ見えてるけど、まあ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 シャッフルして。そう、開封されてるの。でもそんな見てないからちょっと楽しみにしてます。そう、まだそんな見てない。ちょっとチラッと見たけど。楽しく、ありがとう、楽しかった、来てくれてありがとう。でね、まだ報告したいことがあるよ。で、たくさんの手紙もいただいたんですけど、ありがとうございます。手紙は全部持って帰ってきた。手紙は全部持って帰ってきて、服とかちょっと持って帰れなかった。あと大きいカードケースとかポケモンのカードケース送ってくださった方いて、それもちょっと持って帰りたかったんだけど、ちょっと荷物的にちょっと今日のそう行き帰りがあったからあれだったんだけど、そういっぱいありがとうございます。明日そしてちょっとこれさ、いいのかな、写したらなんか怒られるかも、もはややばすぎて。え、大丈夫、大丈夫これ、え、大丈夫、え、これちょっとやばいよね。ちょっと隠しとこっかな。私の家狙われる、もしかして。え、やばいよねこれ、やばいよね。ちょっとやばいよね。狙われるよね、それな。ツイートしようかなと思ったけど、ツイートでちょっと言われるかなと。やばいね。ちょっとやばすぎて、ちょっと金庫に入れるわ。なんかアイドルやっててよかったってポロッと出たもん。普通にアイドルやっててよかった。そう、本当にびっくり、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとこれは開封していきますが、なんかさ、これあんま言っていいのか分かんないぐらいだよね、もはや。配信してる、開封してる配信者、そうなんだ。ルフィに狙われる？それはやばい。そう、ちょっとずつね開封していきたいと思います。嬉しい、ありがとうございます。箱で送ると開封されない説なのかな、ちょっとわかんないよね、そこ。多分そうなんじゃないかな。でたくさんプレゼントいただいて、ゆいなちゃんからもいただいて、幸せな一日です。しかも今日話し会さ、マイクなかったの。それが最高にさ良かったよね。やっぱ声がさ聞こえるで、めっちゃ楽しくてさ、そう、超楽しかった。薬師丸さんお疲れ、ありがとう。竹松さん尊いありがとう。しかもめっちゃ仲良くなれた気がする。どうかな、どうかな、超仲良くなれた気がするんだけど、どうかな。近かった、それの近かった、近かったしさ、なんかさ握手会してる気分になったよね。あ、そっか、手ダメなのかって思っちゃう、何度も。そんぐらい近かった、嬉しい。パセリ大声出しすぎちゃったって言ってた。あ、近すぎてってこと。確かにサランラップしか勝たん、何の話。やっぱサランラップはいいよね、明るい。
それはわかるけど。薬師丸さん可愛い、ありがとう。ほんまに好き好き。アンピレン女子率高かった気がします。嬉しい、そう言ってもらえるのは。でも女の子も来てくださって嬉しいですね。やったー、近すぎてドキドキ。そう、マスクもこちら側はないので、ファンの人もね抜けれるし、自己なんとか。テンションエグさんハート、ありがとう。今日は参加できなくてすみません。明日も参加できません。あー、また来てね。ドキドキにゃんこ猫ちゃん似合ってた。話す時の間にあるフィルムはサランラップぐらいなの。あー、そうだよ、サランラップ。めっちゃね綺麗で透明でね、どこで仕入れたんってぐらいめっちゃ綺麗だったよね。それがピンって貼ってたし、すごかった。マジ反射ほぼって感じ、いい感じだった。なんか見えにくいとかマジなかったよね、あれいい。明日福山行きます、ありがとう。なんか忘れてた、何か思い出した、お話し会でした。どういうこと。エリちゃん結婚してありがとう。エリちゃん今日もいっぱい話して、好き好きスキップだよ話し会ありがとう。インディーボイスさん寝坊してありがとう。今日はお話し会ありがとう。こちらこそ。アクリルボードとは違ったね。そうだね。あー、なんか私今言おうとした、うわ、なんか言おうとしたのに思い出せない。そうだそうだそう、明日さ、私さ知らなくてさ、個別あるんだね、知らなかった。明日グループだけだと思って、前幕張みたいな感じかと思ったらさ、個別が増えてたんだね、知らなかった。なかった、楽しみ。そう、服スケスケ。そうなんですよ、ヤッホー、私の手見えてる。スキスキスピスキップで帰った、ありがとう。友達じゃないか、近すぎて直視できませんでした。嘘だ、 YouTube 見ました。お仕事頑張れ。泊まりじゃないんですよ。そう、大変だった。え、でもさ、なんか帰りめっちゃ早かったんだけど、なんか帰る時間が早かったのかな、わかんないけど、だって23時半に着く予定だったんだけどさ、めっちゃ早く帰れてんだよ、びっくり。あずみさんハート100個ありがとう。でも明日超早い、明日の朝超早い、やばいよ、無理かも、起きれないかも、家に迎えに来てほしいって思うけど頑張ります。またフォーテッドさんありがとう、ありがとう。セオニさんかわいい、ありがとう。いつも増して、ああ、ありがとう、みんなのおかげだ。花柄、そうなんです、ありがとうございます。花柄のような、花柄じゃないような、でも花柄です。タイムリープした。尾道ラーメン一丁空いてなくて泣いた。それを他のファンの人も言ってたわ、ごめんね単線の電車でマジしんどかった。うううう、明日も早起きって福山に行きます、ありがとう。そうね、同じぐらい早いかも、いや人によって違うか。今から家出れば確かに4時起き、やば、早すぎる。できたら2時まで寝たい、さすが寝たい。だって今から寝ても私の起きる時間は8時間は寝れないですよ。何時に起きるんだろう、ここで発表しよう、私の起きる時間を。6時半に起きます。券買ってから13時まで暇なんじゃけど、来勤するしか。6時半、私今日、明日夜できる、夜します、夜配信しますね。6時半に起きる。そしたらね、いや2時には寝たいよね、2時には寝たいよ。でもほぼ無理確じゃない、今配信してる時点で。そう、リハがありますね。横顔
恥ずかしい、おはおはお恥ずかしい。 Thank you for today。 あ、Thank you、 ありがとう、 Thank you。 あ、飛行機8時間7時間8時間かけて来てくれてありがとう、ありがとう、 Thank you。 最後変な締め方して申し訳ゲットしたいね。明日は先輩レーンに三期生ちゃんが加わる感じ。そう、誰がやってくるのかわからんやい。誰だろう、なともちゃんかわいい、ありなともちゃんって言っちゃった、なともさんかわいい、ありがとう。でもね、まあまあ交通便で、交通の移動手段で寝れる。あなちゃん顔ぶるの早くて感動しました。誕生日も覚えてるからね、私。それっぽく言ってるけど全部日本語。ええそう、8時間でした。えね、すごい、飛行機で8時間もかけてきてくださったり、かけてすごいね。今日スイッチ1秒も捨てないできなかった。サミンタレヨン、なんで雨なんだろう、土日に限って雨、なんで、やめてくれ。誕生日チャレンジ、やばい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 、あ、うん、はい、大丈夫。いや、うん、なんか前言ってたな、なんだっけな、ね、飛行機で8時間だよ、やばい、すごいね。とか、え、他にもすごい人いた。なんか自分なんかね、もう聞きたくない自慢話と、なんかめっちゃ嫌な話、どっち聞きたいって言われて、嫌なこと聞きたいって言われて、あ、じゃあ自慢話って言ったら、48時間寝てないんだよねって言ってる人がいて、丸2日みたいな、何してたのかちょっと分かんない、なんか移動とかなんとかなんとかって言ってたけど、やばない、みたいな、人って生きられるんやと思って、私お話し会来れないよ2日寝てなかったらと思って、すごいなんかもう、おー、え、寝てないんだよりも、え、大丈夫ってなるそんぐらいね、っていう方とか、あとめっちゃすごい、なんか下道で何十時間もかけてくださってる方がいて、車で、やばない、びっくりした、何十時間も。でもなんかその人は仕事上でその運転する仕事やってるから、まあ大丈夫だけどと言ってたけど、楽しみのためにそうやってこれるかなと言ってた。すごい、何十時間も車運転ってすごいと思って。あとは各駅停車で来る人とか見ますね。わざわざ特急とか乗らず各駅停車みたいなで来る人もいらっしゃるみたいで、なんか面白いです。そう、人の、私よく聞くんですよ、どっから来たのって、何で来たのって聞くんでしょ。でもめっちゃ面白いです。結構車で来られる方多い。福山はやっぱ車が便利だったのかな。あと岡山のことが方が喜んでた。いや岡山、そう、なんか岡山の方が近いからねって言って、節約で特急じゃないやつにする。あ、そうなんだ、車で数十分、めっちゃ近いじゃん、すごい。お金をっていうより多分好きなんだと思う、なんかその各駅停車で行くのが多分。なんかお金のためじゃなさそう、その人。僕の嘘で3期生さんかなうさんです、ちーかなそう、なんかね、くじかなんかって聞いたけど、どうね、楽しみ。4時間起きてるだけで精一杯よそれな、巡行の旅って言うんだ。私も旅やってみたい、一人で。たまに30分ぐらい駅に泊まることもあるからドキドキ。あー、わかる、各駅停車ね、うんうんうん、ね、ドキドキするね。
疲れ、ありがとう。ドゥルドゥ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 、女神感ありがとうございます。うん、深山伝説に驚きました。あ、そうなんだ、私知らないんだよね。どうなんだろう、遅れたりすると予定狂ったりするね、電車はね。高速使った香川からでも1時間ちょいで行きました。そうなんよ、ちょうどね、広島からその香川だったらちょうど瀬戸大橋の初めの境出だったら福山がちょうど半分らしいの。だからえと思って、ちょうど半分ってことはねと思って、すごいよ。黄色の電車でもかった、うわ各駅停車って感じ。明日の髪だけどうしよう、まとめ髪、やっぱまとめ髪いいよね。まとめ髪にするか迷ってる。でもおろしはしないんだよな、長すぎるんだもん。情報ツイートしてほしいな。メールで送るね、多分。ツイートできたらツイートでします。もう広島まで帰って今ゴルフの練習中。今ゴルフ練習してんの？そうなんだ、頑張って。あと明日お仕事で行けないやっていう人とか、明日面白い人いた。明日、あーちょっとここで言うのも違うけど、すごいドキドキすることがあるんだって教えてくださった方がいて、すごい私もドキドキするね。楽しみ、なんかなね、ちょっと話聞きたいもん。私は多分まだまだその経験ができないと思うから、そういい話だった。あとファンの方で、あの結構今日お話し会であの話になることが多かったんですよ。ライキンの話することが多かったんですけど、ファンの方で一人、ライキンもともとやってて、だから入れなくてって、めっちゃ強いんよって言って、あそうなんやって言った、かなんだっけ、7000万みたいな言ってて、戦力が7000万だっけ、忘れた。え、なんか千、なんとか千万みたいな言ってて、えみたいな、なんとか千万って思って、え間違いだった、聞き間違いかな、聞き間違いだったかな。でもめっちゃやばかったよ、ちょっとこういうのねすぐ忘れちゃう、申し訳ないね。すごいよね、そうらしい。そうだから指導、桁が違いすぎ、そうなんよ、指導してほしいよね、こうしたらいいよって言ってほしい。ねすごいよね、アーナ同盟より高い、もうね一つのね、ね最後ね、やばいよね。山口県気をつけて帰ってね。県結婚してありがとう、いつもツイッターありがとう。今日はいろんな話ができて嬉しかったです、ありがとう。ローブは最後の方1億超えるからね、うわ援護しに安否城に来てもらう、確かに待ってます、攻撃しに来ないでください援護できないんじゃない、でも安否はラーキーの監視が多いと噂になっているらしいです。どういうこと、そうなの、監視されたら監視し返しますよSC とコラボするゲーム、桁が飛躍しやすいあるあるドライグもね、かもなんか、いやいや一緒にやってくださってるのが嬉しいんですよ。世の中にはいろんな分野のガチ勢がいますから、確かに。ん、どういうこと、ちゃんかよ、どういうこと、どういうこと、わざわざ探して偵察してくれるから偵察しちゃう
全然毎日の日刊の一つです、一つ日刊の一つですからてかね覚えてるのよ、なんかさ前住んでたところの隣だったから覚えてるけど、他の人で結構頻繁に来てくださったら分かるけど、分からない方とかいるの。それはねどこにいんのと思いながら探してる。怒られている人いました、まひろさんチーム偵察して。私まひろさんのところファンの人から偵察されたことないかも。もうくるくるちゃんのところか、あずみんのところがすごいですね。あずみんさんのところ、あずみんさん、あずみんちゃんのところのファンの方の偵察が一時期ありましたが、ポッとなくなりました。うわ怖い、いきなりなくなってるなんでだろう。念願チーカー見せれてよかった、可愛かった、いいよ、素敵でした、ありがとう。偵察したい仲間同士攻撃したらご褒美になるか攻撃しようかしら。今まだ福山、あそうなのか、気をつけて帰ってね。ガンピーさんお疲れ、ありがとう。隣に住み着きました、引っ越しした時ちょっと寂しかった、ごめんねでも偵察してるからこっちを偵察しに行くか髪型変わりましたか。前髪をねちょっとここねな、こっち側にやってたんですけど、こっち側にやってきましたぐらい、他はあんまり、あ前髪昨日切ったぐらいかな。そろそろ帰ります。あ偵察のレッスンありがとう、頑張って探したんだよグランビーさんありがとう、ありがとう。最終日は他のチームと、私のため使わないで、そんなことが起きちゃうってこと。今日来た人で誰が一番遠かったんだろう、いや国境を越えてきてくださった方がいたのでその方な気がするそう、街をブラブラしてたのか。アンピー陣営が攻撃してくるかもっていやいやしないですよ、しないですよ。でも私いけない、あずみんの城のとこまだね霧が冷めてないから、私多分いけないよね。もう無理なんだけど、絶対無理なんだけどそう飛行機8時間の人がいるからね、もう睡眠時間。よし、広告連盟してありがとう。あずみんとか遠い場所なんだね、多分私一回見ようとしたらね霧で見えなかった。偵察しに行きたいんだけど、だから行けないの。だから私のところの偵察来てるのすごいと思う、結構すごいと思う、霧を冷めてきてるから。今日はもう10時間ぐらい霧をずっと行かせないとダメなんだよね多分。私気づいた時にやってるぐらいだから多分全然ダメなんだと思う、本当にずっと行かせないとダメなんだよねきっと。もう肩身離さず偵察のためにめっちゃ霧晴らしてるんだね。あー確かにワンチャン来季の世界も広い、マジそう、本当に広い。5分待機をしてるけれどもさ、すぐ帰ってくるよね5分、割とね帰ってきちゃうからずっとやり続けてるけど疲れるよね、マジ帰ってくる。今日探索してたら偶然あずみちゃん見つけてびっくりした。そうなんだ。我が陣営結構な人が安否陣営のとこ切り離してました。そうだよね、すごいよね、なんでなん、すごすぎる。でも戦いに来る時もさすがに自分大丈夫だと思ってる、めっちゃ時間かかってくるだろうから、それまでシールドつけられると思っている安心感。今日ねファンの人になんかシールドつけてたら、なんでシールドつけてたの、攻撃されたのって言われて、そうサブ同盟の、私のサブ同盟の人に攻撃されそうになったのそうなんですよ、ありました。私のサブ同盟の人に私こう城攻撃されるされがち2回とも防いでますけど、ちょっとシールドがもったいないのでやめていただきたい、同じ同盟なので。もう国内で争いはやめましょう
北東西に陣取ってます。あ、そうなんだ。内乱。グランピーさん、レモンスターありがとう。ありがとう。パワー、ありがとうございます。いつか占いしますよ。タロット占い。肘を晴らしていったとこ全然プレゼント回収。食べちゃダメよ。同盟裏切る者、なんてことを言うんだ。なんてことか。同盟かと思ったらスパイだったのか。今日の味方は明日の敵ですね。むむ。その人に自分もやられそうだったから目つけていたら安否に攻撃しに行ってて笑った。倒してくれたんだよね。ありがとう。目つけてたんだ。サブじゃねえぞって。そうかも。早く入れさせろよって、早くハート10本立てろよって言ってるかもしれない。でもハートじゃなくてあれを立てようとしてます。違うやつ、大きいやつ立てます。きっと遠いから把握できてない。同盟内にでもね、遠い人いるからね。こんばんは。安否が近くに引っ越してきてくれて幸せでした。ありがとうございます。頑張れ頑張れ安否、頑張れ頑張れ安否。今日は初めましてでした。これからもよろしくね。ありがとう、よろしくお願いします。早く入れて、おりが攻撃だった。要塞、要塞一生読めないんだけど。こんばんは、安否王女。安否綺麗です。やったね、ありがとうございます。自分のアカウントリスポーン地点が偶然安否なリスポーン、あとでテスト。なんでやねん。加速がありません。私も加速さ、前さ、なんかさ、鍛えるやつさ、5分のやつがさ、1000とかあったの。めっちゃ使ってたら今もうないの。つらい。資源を貯めたと思ったら次はそっちがなくなった。ルビーゲットできた。なんか朝起きたらめっちゃゲットしてた。よかった。明日アンピに会いたい。明日アンピに会いたい。明日ピーに会いたい。何回読めなかった。アスタピーに会いたい、私も会いたい。加速難民、それな、欲しいよな、欲しいよな、欲しい欲しい。パン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 。石がなくなったね。石なくなるよね。私頑張ってね、採取したからね、ちょっとだけプレゼントできるよ。謎の商人から結構買ってるけど全然足りない。あ、そうなの、チャリンチャリンしてるの。プラモ作って。何のプラモ。明日ピーに会いたい、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 ピー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 、明日ピーに会おう。なんだっけあれもね、なんかなんでグループお話し会も個別お話し会もどっちも待ってます。もう仲良くなりたいです。たくさん待ってます。めちゃくちゃ待ってます。ありえんほど待ってます。会いに来てください。石堀掘りに行ってるか、足りなかったら言って、ね、私も頑張って行ってる。明日のお話し会衣装ですね、制服だから私パジャマで行ける。私パジャマという名のレッスン着出していくから。え、どうしよう、さすがにさ、え、やばいと思われるかな。大丈夫か、いいよいいよ。グループと個別何が違う。グループはね、その1枚で3人とお話しできる。明日は、明日はココアさんと私と誰か、3期生ちゃんの誰か。加速の旨味をすると加速の夜から抜け出せなくなります、それな。石はとりあえず昨日だからに、昨
あ、郵送されたね。あ、いっぱいみんなから届いて嬉しい。増えた、ありがとうございます。違う陣営青のレッスン着、いやちょっと白でいこうかな。深山家で朝待ってます。嘘ですココアさんとアンピのコンビ名なんかね言ってたのよ。ピーココココ何だっけ忘れた。同時に話すの、うん、一人一人お母さん話し、お母さんと話して私と話してさっきせちゃってっていう感じの例です。で最後に個別に私とだけ話せるっていうのがあります。税金が高い、わかる、知らなかった私も、だからちょっと躊躇したココピー KK コンビ、確かに、はい、川又で KK コンビ、けけけ、中継、中継で、ココアーナ良さそう、あ確かにココアーナいいね、ココアーナいいじゃん、めっちゃいいじゃん、ココアーナ、ちょっと提案しとくわ。ということでちょっと今日は短いんですけど、明日朝早いということなので、明日のためにあのお風呂でツルツルになって、そして睡眠をとっていい状態で会えるように頑張りたいと思います。それではありがとうございました。本当に楽しかったです。なんかお話し会なんか今までいっちゃん楽しかったですなんか今までも本当に楽しかったし、そう、今までも本当に楽しかったけど、やっぱ一番近いっていうのがやっぱ良かったし、マイクがないので喋りやすかったし、なんか聞き取りやすかったから、いろんな話ができてすごく楽しかったです。本当に早く寝て早起きファイトで頑張りたいと思います。そう、満足度マックスです。ということで今日来れなかった方も、明日来られ今日来られなかった方もまた来てくださるのを待ってますし、明日来られる方は一緒に楽しみましょう。明日来られない方は YouTube で STU48 祭の、 あのライブの映像が、ライブがあります。ぜひあの見てくださると嬉しいです。それではランキングを読みます。今見てるのかな、25位、ゆいなちゃんありがとう。13位、ウギダリーさん。12位、オカッピさん。11位、アスパラさん。10位、マファリアスさん。9位、カズノリさん。8位、ヨシココくん。7位、ウィンディーボーイさん。6位、シオリーさん。5位、竹まつるさん。4位、ジノラゴさん。3位、ナートモさん、スキピー。2位、マツさん、スキピー。1位、クアンピーさん、大スキピー。ありがとうございます。今日も楽しかったです。では、また明日会いましょう。F ってどこなんだろう。 ABCDEF なんかね、前回まかりは ABCDEFG みたいな感じだったよ。だからそうけど、今回はどうなるかって感じです。ということでありがとうございました。ちいかかいだった。じゃあ皆さんおやすみなさい。また明日、バイチャラポー。さらに向こうへ、ブルスルトラー。ありがとう。またね、早く寝ましょう。来勤頑張ろう。はい。